大家好，我是乐自过日本的版主吉田浩一，空城山行美酒之旅。今天我要介绍可以试穿盔甲的白石城，以及空城各地的美酒。现在我来到位于宫城县白石市的白石城，这座城是在400多年前，日本的战国时代建造的，而且约20年前复原的。呼，呼，这里是历史博物馆，对，行ってきます。哦，这个蛮有趣的，是日本刀牙刷。哦，这是什么？梳子吗？这是蛮有趣的。哦吼，这边有好多日本武家的家纹，所以比如说这就是那个织田家吧，织田信长一的正宗。哦，应有尽有，什么都有，这是。德川家康，すげえ。这边有的是盔甲，哦，かっこいいですね。ここなんか甲冑切れるらしいですよ。え、あ、そうなんですか。じゃあ、行っていいですか。はい、では。こちらは甲冑体験、はい、そうです。無料でできるということで買ってるんですけども、はい、ちょっと最初これしかない。ちょっと苦しいです、これ。变身完成了 ，Yes！ 哦，哈哈哈哈！你们看，我这样很帅吧？而且后面的城很搭。不过现在还是想要喝清酒了，じゃあちょっと飲み行きますか。你好，ダムラ医生。哦，啊，こんにちは。宮城、山形と酒蔵を巡ってきたんですけれども、めちゃくちゃ抜群に若い。あ、今ちょうど、はい、蔵の方で工事の手入れの作業が始まるので、あ、よかったら見ていいんですか。はい、ぜひお願いします。やりましょう。はい。今ですね、工事が今できてきている途中の段階なので、はい、お米の中にこう。はい、麹がまあなんつうより菌糸っていうんですか。そうですね。はい。でどん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 こう増殖していく過程。そうです。なんですか。はい。しっかりやらないと、うん、やっぱりいいお酒にならないので。おお。こちらが全米清酒鑑評会で2年連続金賞を取られたという、日本のみならずアメリカでも認められたというお酒ですね。ぜひ。もう我慢できないですね。もういただっちゃっていいでしょうか。たくさん飲んでいただいて。はい。おお。結構僕入れたんですけど、もう本当にすぐ飲んで。あ、そうですか。気づいたらなくなってました。果然还是，真不愧是纯米酒，是因为那个里面有很那个什么米的香气非常的丰富。それで、はい、僕普段は東京、香港、台湾とこう飛び回ってるんですけど、なかなか買えないなと思ってたりしたんですけど、宮城県を出てしまうとなかなかちょっと飲めないお酒っていう風になってまして、もう実際にここに足を運んでいただいて。蔵の様子を見て、まあ作り手の思いを聞いてから飲むとね、全然こう味のね深みが変わってくるっていうのは本当に僕そう思います。
あもうこれ、もうこれ飲んだら麺だけ来ます。絶対来ます。はい、ザオ来ます。在日本知名酒乡昌行和工厂，有许多住在国外的各位所不知道的美味酒款，而且不只是日本酒，葡萄酒和威士忌也很好喝。此外，在拥有丰富海鲜生产的昌行鱼工厂，有许多与美味酒馆很搭的料理。只要到离东京稍微远一点的这个地方，有许多绝景和能与家人共有的观光景点、观光地。前往昌行鱼工厂旅游的话，不仅能品尝到美味的酒，还能体验其他地方没有的日本独特体验吧。这边我要介绍工厂县各地的美酒，以及跟工厂的美酒很搭的美食哦。ほなまたどこかでお会いしましょう。さよなら。さよなら。如果你们喜欢我们的频道的话，请按订阅。